デズデモーナ、またはデスデモーナ、またはデスデモナは、天皇星の第10衛星である。天皇星の衛星の内内側から5番目を、公転している。デズデモーナは、1986年1月13日に、ボイジャー2号が撮影した画像の中から、ボイジャーの画像解析チームによって発見された。発見は、同年1月16日に、 国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S1986U6 というカリフ号が与えられた。その後1988年6月8日に、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、オセロに登場するオセロの妻デズ・デモーナにちなんで命名された。また、ユーラネス X という確定番号が与えられた。ボイジャー2号が撮影した画像の中では、デズ・デモーナは長軸を、 天皇星の方へ向けた細長い物体として映っていた。デズデモーナの長軸と短軸の比率は0.6プラスマイナス0.3と非常に細長い形状をしていることがわかっている。また、表面は灰色である。測定されたアルベドは0.08と低く、表面は新型小惑星に見られるような暗く編成していない炭素豊富な物質に覆われている可能性がある。 デズデモーナは、速攻的特徴や軌道要素がよく似たビアンカ。クレシダ、ジュリエット、ロザリンド、ポーシャ、キューピット、ベリンダ、ペルディータと共に、ポーシャ軍を形成している。デズデモーナを含む、内側の衛星のいくつかは、長期的には、軌道が不安定であることが示されており、デズデモーナは、今後400万から1億年のうちにクレシダか、ジュリエットと衝突する。 可能性があることが指摘されている。ありがとうございます。